今回はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。軽くお二人のプロフィールから紹介させてください。まず DJ アキさん、2001年にニューヨークより日本に帰国し、ウームで絶大な人気を誇るアジア最大のドラムベースパーティー 06S のレジデント DJ として活動を開始、19年間にわたって精力的に100組を超える海外のトップ DJ アーティストと共演するとともに日本に紹介し、日本全国のシーンの拡大に努めている。2020年に入り209回を数えた 06S に幕を下ろし、伝統と革新を最高の演出で表現し、後世に語り継がれる伝説的なパーティーとして金字塔を打ち立てた。2009年からレーベル 06S レコーズをリラウンチし、自らの楽曲制作や新世代プロデューサーの発掘と教育に努めている。はい、はい、ミスタードラムベースですね。はい、はい、ありがとうございます。で、もう一方イエロック、人間とバーチャルヒューマンのデジタルツインズアーティスト、イエロックとは、最新のテクノロジーを駆使しダンスミュージックを中心とした音楽によるライブパフォーマンスの可能性を実験的かつ未来的にアップデートしていく XR アーティスト。今年1月に行われた初ライブでは、超高性能モーションキャプチャースーツを着たリアルな人間とモニター上に人間と同じ動きをタイムレスに行うバーチャルヒューマンを同時に出現させ、リアルとバーチャル、2人のイエロックが織りなすバーチャルヒューマンライブを世界初披露。その新たな音楽表現の可能性は大きな注目を集めた、といった、お二人のプロフィールになりますじゃあ早速、質問の方から、はい、いきたいと思います。はい、アキさんが10年前から、はい、2010年から DJ アキストリーミングと称して開始してて、はい、でかなり早い段階でストリーミングとかオンライン配信とかなさってますよね。で現在は Twitch の配信を行っていると思いますが、10年間で培ってきた経験からでしょうか、はい、クラブやリアルな現場でやる DJ スタイルと配信オンラインでやる DJ はスタンスを変えているように見ました。うん、ご自身で何か決めていることとかルールとかってあるんでしょうか。2010年の7月に1回目を UM の4階でやったのね。うん、でその時は、まあ、本当にただ自分たちのやってることをオンライン上に載せて見せれば自分たちのやってる音楽を知ってもらう機会になるかもしれないっていうふうに思って始めたんだけど、それはもう本当にそれぐらいの思いしかなくて、その配信でなんか生まれる新しい可能性とか、なんか今やっているこれコロナになって始めた押し入れからやってる自分の家からやってるものとはまた全然ちょっと考え方が全く違ってて、10年前ですもんね。そう、10年前で、で淡々と10年間毎月やってたんだけど、まあそれはもう本当に自分が DJ をやって自分の DJ を見てもらうっていう考え方だったんだけど、この押し入れにこもって始めた時はもっと考え方がストリーマーになりたいなってすごい思ってて、今でも思ってて、 DJ クラブでやってた DJ っていうのはあくまでも本当に音に特化したで DJ ブースに立って音と向き合って DJ してお客さんやフロアと対話するのが仕事だったけど、今始めてるその仕入れからの配信に関してはもう自分がもう新しい価値観を生み出していかないと、DJ 今まで現場でやってた、ね、DJ にとっては現場がこう失われてしまった、ね、今はちょっとずつ徐々に戻ってきてるとはいえ、ね、完全にロックダウンされちゃった時はみんな仕事場がなくなっちゃったから、だったら家からこもってやるものに対してストリーマーとしてやろうと、でストリーマーのなんか大きな価値観というか考え方って2つあって、で双方向メディア時代の個人っていう、言ったら個人配信の個人ライブ配信、はいはい、で双方向メディアっていうことが1個と、あと、UGC って言ってユーザー・ジェネレート・コンテンツ、うんうん、言ったら、個人が配信するコンテンツっていうことを、うん、ここのキーワードがすごい大きくて、この2つを自分が、DJ 配信をする上にあたってちゃんとそれが表現できるのかっていうことの挑戦だったから、そこは今まで DJ 現場でやってきたものと今やってるものっていうのはもう本当全く違う、うん、なんだろう、
格闘技で言ったら立ち技と総合格闘技ぐらい違うというかそうボクシングだけやってたけど、はいはい、今はもう寝技も、ね、投げもできないと関節もできない関節もできないといけないっていう、はい、そういう感じですね、はい、今なんかユーザー層というかお客さんの違いみたいなのって何かあるんですか。まあ、クラブでやってた時は当然クラブで踊りたい、クラブで遊びたい、クラブでお酒飲みたい、クラブで友達作りたいとかそういう人が主でしょ。今までそういう人たちが自分のコミュニティだったけど、でも配信を始めてからはもっとなんかオンライン上ですごい活発に活動してる人たちが割と増えてきたっていうか、はいはい、まあ、言ったら自分が DJ を現場でやってた時にはあんまり交わることがなかったような人たちがすごい応援してくれるようになってたり、はいはい、だからすごく濃厚に応援してくれてるんだけど一回も会ったことがない人たち、そうで片やすごい毎月のように現場で会ってたけどオンライン上ではあんま会えなくなっちゃった人とか、はいはいはい、なんか今自分の周りを取り巻いているコミュニティの形っていうのがすごい変化してるのはもう事実。でも全くこうリアルでやってるクラブとかでパーティーやってるのとオンラインっていうの人たちって全く違う人たちっていう感じなんですね。違うと思う。まあ Twitch 民っていうね、自分は Twitch 主戦場でやってるから Twitch 民と言われる人たちは全くクラブにいる人たちとは違う。なるほど、はい、なんかちょっとまあ、よく見させてもらってまして、でなんかこう僕が思ったのはそのやっぱ生配信っていうのをすごいこだわってるなっていうのをすごい感じたんですけど、うん、生配信っていうのはなんかやっぱこう意識と意味合いってあるんですか、うん、結局 YouTube とか YouTuber がやってることっていうのは、はい、あれは VOD って言ってビデオオンデマンド、はいはいはい、言ったら収録して編集したものを上げて、はい、でそれを視聴者が見るっていう、でそこはインタラクティブなこういうコミュニケーションがなくて一方通行に配信してる側がユーザー側に届けてるものなんだけど、今自分がやってるものっていうのは双方向メディアだから、はい、まさにインタラクティブにタイムライン上で生でライブ配信をすることでそこに集ってくれる人たちと常にリアルタイムでコミュニケーションが取れるっていう、うんうん、でそこはどんなコメントが返ってくるか分からないでしょ、はいはい、チャットを見ながらとですね、うん、だからすごく即興性が強い部分で、はいはい、そこででもコミュニケーションを取ることで生まれる言ったら距離感が、はいはい、全く YouTube などに代表される VOD とは違うものとして成立してるからこそもう絶対にライブ配信じゃないと意味がないっていうふうに自分たちはすごくそう、はい、もう途中割と早い段階からそう気づいてて、こだわってますね、そうインタラクティブ性がないものはやっぱり今の新世代の、メディアとしてはちょっと違うんじゃないかっていう、なんかちょっと思ったのは、うん、その現場も、まあ、要はコール&レスポンスじゃないけど、うん、目の前のお客さんがいてわーっと盛り上がるみたいな感じのスタンスと、うん、その今言ってるそのチャットとかでコミュニケーションを取っていくみたいなのはすごいこう似てるなっていうふうには感じましたね、うんうんうん、ただこれ面白いのが現場でやってる時は自分が例えば今日何食べたんだよねとか、うん、そういう話とかはダンスフロアのお客さんには伝わらなかったでしょ、はいはい、まあそうですよね、簡単な話、はいはい、例えばこう今来る前そば食べてきたんだとか、はいはいはい、でも配信だとそういう話が全部できるんだよね。あ、なるほど、うん、あと日本全国の人たちが、はい、そのタイムライン上に集うから、うん、そうですね、別に今までこれね、ウーブとかでイベントやってる時はお客さんはみんな渋谷に来なきゃいけなかったけど、ね、うん、各地の街にいてそういう人たちとすごいリアルな話をできるっていうのは、もう全くクラブのフロアとここにできてるコミュニティはまた違うものになってる、よりこうパーソナルなところが見える感がありますよね。そこがすごい面白い。地方とかそれこそ世界とか、うん、いろんなところの場所を選ばないで見に来てくれる、うん、参加できるっていうのはすごくメリットな感じがしますよね。 そうだね。それリアルタイムだとよりそういうなんか魅力が際立つっていう、はい、うんうん、なるほど、そんな気がするというか、うん、それはもう間違いないと。そうですね、うん、すごい勉強になりました、ね、全然じゃあちょっと次の質問させてください、はいはい、うん、今度イエロックさんに質問です、はい、バーチャルヒューマンアーティストとして活動されてると思いますか。どのようなきっかけでこうバーチャル軸の構想が生まれたりしたんですか。
そうですね、まあ、なんか話すとものすごい長くなっちゃうんですけどまあ思うと自分も音楽を始めてからずっとこうデジタルコミュニケーションとともにこういろんなことを模索してきたなっていうのをなんとなくルーツとして思ってまして、例えばまあ2000年代は例えば皆さん例えばドットコムを作ってホームページを作り出してる、2010年代はまあそれが例えば Facebook アカウントを作るのがまあはいどんどんそういう時代がこう変遷してたと思うんですけど、あの時にまあ2020年代ってどういう未来になるんだろうなっていうのを、まあまあ多分そういうことを考えるのが趣味なので好きなんですね。そうそうでそんなことを考えた時に、まあ多分こうフルバーチャルの世界で何かしらこう活動していくことっていうのはぼんやり考えてたんですけど、でまあ大体そんなことをぼんやり考えてた時に、まあ本当仲間内で VR をこう研究してたりとか、うん、中井さんとかそうですけど、はい、まあ、そういうあのバーチャル空間での技術がどんどん進化してきたりとか、まあ、決め手はもうあのアメリカでミケーラっていうそのバーチャルインフルエンサーが完全に架空のキャラとして独り立ちをしたのを見た時に、これはもうおそらくアーティストも多分まあ遠かれ近かれ近い将来、はい、自分の個人アバターを持ってバーチャル上で活動するっていう時代確実に来るだろうなっていうのを、まあ、確信に変わったタイミングで、まあ、今のまだ技術だとやっぱり大変ですし、そうですね、まあ、いろんなコストもかかってくる、まあ、簡単にできるものじゃないですねまあやっぱりここはでも挑戦しがいがある分野だと思ったので、はい、やることにしたっていうのが経緯ですね。なんかこう、まあ、日本だと VTuber って、はい、まあ、結構分かりやすくってあるじゃないですか。でもそのイエロックさんはバーチャルヒューマンってちょっとリアルな形っていうのでなんかやってるのが僕はすごい好きで、なんかやっぱちょっとアニメっぽくいかなくてちょっと写実的なっていうかこうフォトリアルなところで勝負していくっていう、やっぱその例えばファッションのアイコンのモデルさんとかでバーチャルヒューマンの人とかいたりとか日本もちょこちょこ出てきてるんで、なんかそういう意味ではすごいこう僕が知ったのはもう 06S のファイナルからなんですけど、結構前からやられてるから、あ、すごいなっていうのはすごく感じましたね。やっぱコロナになってやり始めたっていうわけではなくて、もう最初からそういう、こうイメージがあってやってきてるっていうのはすごいなんか素晴らしいなってすごい思いました。なんかその VTuber とか、まあ、その架空のキャラクターがこう活動していくのとはまた僕は考え方が全然違っていて、多分まあそれこそ本当に皆さんがこうインスタグラムアカウントを作るような感覚で、はいはい、多分バーチャルアバターを持つっていう意味合いなんですよね。なので架空のオリジナルのキャラクターを作るってよりはそれぞれの各パーソナリティが そのバーチャルワールドに投影されるっていう感覚の方が強くて、でその時に多分おそらく、まあ、今それこそアップルなんかが簡単なアバターとかをもう作れるようになってきましたけど、はいはい、そうですね、まあ、ああいうのが いわゆる フリーというか何でしょう、はい、ただで作れる基本レベルであって、はいはい、で例えばまあインスタグラムが派手な人もいれば、はい、本当 iPhone のカメラで撮った人もいるようなそのコンテンツのリッチさが違うような感じで、多分おそらくアバターもそういう、うん、本当にすごい彼のアバターってああいう写実的だよねっていう人もいれば、はい、VTuber っぽいアニメの人もいるよねとか、はいはいはい、あんまり顔出ししたくないから猫だよね、はい、彼はみたいな、はい、仲間内でもいるんですよ猫の格好して配信してることがいるんですけどなんかそんなような時代にどんどんなっていくだろうなっていう未来のを描いた時に、じゃあ自分はどういうアバターを作りたいかって時に、まあ、結構なるべく顔を隠したくてなるほどそこはなんかそういうキャラクターを作るっていうのは結構最初に考えたポイントではあったんですけど、そうです。なんかちなみにこう技術的なこう方法というか、はい、あれってちょっとコアな話なんですけど、まあ、3D じゃないですか、はい、それはもうこう3D 上で本当フォトリアルなキャラクターを作ってみたいなことなんですよね。まあ、いろんな多分手法があると思いますし、すね、クリエイターによって様々だと思うんですけど、うん、僕が一緒にやらせてもらったベルリンのミミックっていうプロダクションが得意なのは、はい、まず個人がこう真ん中にセンターに立ってそこの360度こうカメラをひたすら64個から64個5個のカメラで一斉にパシャッと撮るんですね。スキャンするみたいな。そうですね、まさにスキャンなんですね。でそうすると本当一眼クオリティでこの辺のパーツだけっていうものが64枚出来上がるわけですよ、はい、なるほどなるほど。でそれをもとに彼らは今度平面でどういう顔のシワがどうなってるとか、はい、目の大きさがどうなってるっていうのを 3D で書き起こしてそれを今度人間の形にはめていくっていう作業なんですよ。なるほど。なのでまあそれが一般的かどうか分かんないですけど、まあ、特にその写実を重んじるようなヨーロッパの彼らのやり方だなっていうのは見ててすごいそのなんかカルチャーを感じた部分だったんですけど、すごいですね。日本はどっちかというと多分輪郭描いてアニメキャラみたいなの作ってっていう方がなんか得意なんじゃないかなと思うし、なんかそこは結構文化の違いがより出てるような気がしましたけど、
僕はヨーロッパっぽいなっていうんですか、ああいうスタイルも全然好きですけどね、はい、ただ逆にヨーロッパが行き過ぎると今度アメコミみたいなタッチになって、あどんどん逆に写実が行き過ぎると、 なるほど、あまりにも顔が彫りが深かったりとか、そこはなんか難しいところそういうデフォルメされてくるんですね。そうそうです、まさに逆に日本人が作るとファイナルファンタジーみたいにちょっとのっぺりしたんだけどリアルみたいな、そこは結構なんか、はい、国のなんか独特なフィーリングがありますよ。なんかこうじゃあそのバーチャルヒューマンとしてこうオンラインの中でいるっていう存在っていう形になるじゃないですか。なんかそういう新しい手法だと思うんですけど、その辺のこうなんか可能性みたいなのってなんかどういうことを感じたりしますか。そうですね、もう言ってしまえばリアル以外は全てバーチャルぐらいの感覚なので、そうですよね、あのもう可能性はもう頭の数だけ無限にある気がするんですけど、まずはまあ僕らはその XR ライブっていう形であの実験的に始めているものがあるので、その中でこういかにリアルな人間がプレイしているリアリティを保ちつつバーチャルヒューマンが躍動するみたいな世界観はまあ追求していきたいなと思っている部分ですね。他にももっと考えつくことたくさんあるんですけど、あっちこっち散らかるのもあれなので、一旦はそういう僕らがやっているダンスミュージックとそういう世界観とそこにやっぱマッチしたようなことを追求していきたいっていう思います。当然いろいろあると思うんですよね。その人間の形してなんか怪獣の動きするとか犬の動きするとか、いくらでもびっくりさせることができると思うんですけど、まずはまあそういうリアリティを持ったものを作りたいなと思ってます。わかりました、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行かせていただきます。でお二人がそれぞれの形でまあ配信オンラインを続けてきて、何か新しい発見とか、あと具体的になんかこういうことありましたよみたいな、なんかもしあったら教えていただきたいんですけど。先週で24回やってるんだけど、毎週、うん、24回目で今度土曜日、あさってが25回目なんだけど、そうなんだ。総視聴者数が1万人突破したんですよ、はい、押し入れだよ俺がやってると。そうですよね。まあね、当然、何人も同じ人が見てくれてるっていうのも、はい、コミの累計だと思うんですけど、まああのすごいことで、あの5ヶ月ですから、大体5ヶ月で1万人で20増加埋まりますよね。そうで5ヶ月で例えばじゃあウームでイベントやってた時って、はい、あのまあ、大体少ない時っていうか、まあ、500人か600人でしょう、はい、うんうん、で5ヶ月だったら3000人で、はいはい、あの自分の音楽聴いてくれる人、はいはい、だその、ね、3倍か4倍ぐらいの人が、うん、に今伝播したっていうことがやっぱり、はい、そんなことって、ね、あの逆に、ね、このコロナになる前にやってた配信はそんなに視聴者数もなかったんだけど、うんうんうん、いやこれはなんか一個可能性。そうですね、もともと2001年からウームでイベントやった時とかにやっぱり自分の音楽を、ね、ちょっとでも多くの人に伝えたいっていうのが趣旨ですごいポリシーとしてやってた、うん、そこは1ミリもブレてないか ら、うんうん、そういった意味ではなんかその可能性はすごい面白いなっていう、うん、なんかあとこう伺ったんですけど、こうガイタレとかをオンラインでこう呼んだりとか、そういうセッションしたりみたいなのをやってるっていうのがあったんですか、うん、その XR、 その彼のさっき言ってた、はい、まあ、その木星への旅っていうものを、はい、そう表現しようっつって XR、はい、XR ランチャーって何なのって多分彼が上手に説明してくれると思うけど。あのまあ、言ったらアンリアルなところにさっき言ったね、はい、リアルな人間が立つというところ で、はい、 でそれはまあ、まあ、もともと20年ぐらいの交流があるリバプールのイギリスのアーティストフューチャーバウンドという人に、うん、あの彼のレーベルのバイパーというレーベルの配信プロジェクト、はい、24時間マラソン配信というのの日本代表で出てくれないって言われたのが5月で、それにエントリーしたので、1時間の自分のフッテージ取って、でオセアニアからアジア、アメリカ、ヨーロッパってこうやって回っていって24時間、8時間でその1個の1時間のコマを自分がやった経緯もあったから、まあ、それ当然彼のオファーでやったのもあったから、今回俺たちがこういうプロジェクトやるから、はい、あの一緒にやってくれないって言ったら一戦時でもやるよって言ってくれて、で参加してくれて、はい、うん、であと当然それはあの、まあ、XR の話だけど、その海外とのアーティストのコラボレーションの話になると、うん、自分が配信をしてたらイギリスのとあるあの、まあ、キッドドラマっていう
オートノミックっていう D ブリッジっていうアーティストと一緒に、はい、まあ、ディープなドラムベースの世界観を作った、まあ、大御所ディープ界の大御所の人がいるんだけど、その人が自分の配信を見てて、で配信をあのインスタグラムの IGTV とかにちょっと短いあのフッテージとかを上げたりしてた、5分とか10分とかので、それを見たみたい ですっげえ面白いことやってんじゃんって言って連絡が来て、で曲作ろうよって言われたのね。向こうからだよ、こっちからお願いしますじゃなくて、はい、曲作ろうって言ったら結構そっち界隈の、ね、ディープの大御所ですね。もともとロックダウンが始まって、イエロックとアイソレーテッドヒューマニズムって、はい、そう、はい、隔離されてしまった人間性みたいな、はい、そういうものをメインタイトルで、曲を作ったの。うん、でまだその海外の人とかと話が来る前に、とりあえず2人で1曲作ろうよみたいな作ってた、そう作って、で PV とかもなんか、はいはい、みんなでリモートでなんかやり合ってる PV にしたりして作ったのね。でまあ音楽作るなんか、なんか1曲できたねみたいなところで、ちょうどその時にキッドドラマっていうのから連絡があって、うん、で曲作ろうってなって、でじゃあどういうステップでいこうかってなった時に、じゃ あ、 まあこっちからビート送るよみたいな感じでビート送ったら、向こうがベース乗っけてきて、こっちがメロディー乗っけて、でそれも言ったらインスタグラムのダイレクトメールだけだよ。あ、そうなんですね。一回も電話してないし、あの、会ってもないし、会ってもないし、リモートでミーティングもしてないし、メールだけだよ。でね、あのこっちで作ったファイル送って、ファイルを繰り返してきてって、それ4回ぐらい4ターンぐらいすると1曲できちゃったのね。へえ、面白いですね。そうで、これはすごいぞってなって、はいはい、でちょうどその頃に Code to Optimize っていう曲をあのイエロックが、はい、あの一晩でもう気合で作り上げた、僕はすごいいいの、もうね、イエロックが今までの作品だけで一番俺も大好きなのを1日で作ったっていうから、おおマジでっつって、でもこれ超すごいから、もう一番憧れの、それこそ 06S ファイナルの時のゲストで呼んでたオーディオがもう最近大好きで、あの人の曲が、でも一番憧れてる人と曲作ってみたいと思いはあったから、この Code to Optimize ちょっと聞かせて、一緒にこれここからさらに進めないっていう話をしてみようと思って、で彼とつながってる連絡網がさ、唯一ツイッターだけだから。なるほど。ツイッターちゃんの DM で、そうツイッターの DM で、あのもう本当あなたと曲を作りたいですと、でこっちサイトで作った曲が今こういうのあるから、どうですか、そう、でも1週間経っても10日経っても返事がないから、やっぱオーディオ無理だったねなんて言ってたのね。そしたら2週間ぐらい経ったら返事が来て、ごめんごめん、ツイッターのダイレクトメールあんまりちゃんと見ないからっつって、っていうか、もう全然いいよ、曲作ろうよっつって、じゃあこの曲に乗っかればいいのって言って、お願いしますって言って、でこっちのファイル送って、はいはい、そしたら向こうがちょっと書き直し、若干書き直して、はい、そしたらこういう方向性でいこうと思うんだけどって、1分ぐらいのさ書いた、ね、フテシじゃないとファイル送ってきて、音声ファイル、はいはい、ほんでなんかいいよ、もう完璧ですって、うん、それでもう1回送ってちょっと直して、はい、でなんか声のちょっとサンプルネタ、お前こっちにちょっと仕込んで作ってくれって言われたら、頼まれたらちょっと作ったりしても食ったりして、それも4ターンだよ、ツイッターのダイレクトメールで、はい、で生まれちゃったのよ。すごいな。オーディオなんてもう本当に多分コロナ前だったら多分忙しくて、そうですね、俺なんかそんな時間もなかったと思う。俺たちなんかと曲作ってくれなかったかもしれない。でもいい曲できちゃったんだよね。でそれがめちゃくちゃいい曲で、多分あの今までの日本のドラムベースのシーンの中ではなかったようないいものができたから、だからそれはまさに配信を始めてですね、うん、こういうことできたこと、そうキッドドラマ向こうから来て、でオーディオに関しては当然曲のファイルを送った時に、俺今こういう配信やってるんだよねって言って、うんうんうん、宇宙の回をちょうど、はいはい、宇宙の回の初回をやった時のアーカイブのリンクを送ったの、はいはい、こういうこともやってるから、曲とかもここで紹介できるし、かけれるしみたいな、そうだからそういうことはすごく変わったよね。でイコールコロナになって、あのすっごいフラットになったと思うの、うんうん、こんなね、そうですね、そう上の大御所というか何億円さ、うん、DJ ギグ、はい、1ギグ何千万とかもらってる人たちで、こんな年収稼いでて、ね、俺たちみたいにこんなちょっとしか稼げなかった人、うん、でも今みんなギグがないわけ で、 そうですね、うん、もうみんなバーンって真っ平らになってるところで、はいはい、じゃあこの状態で何を表現して、うん、DJないしダンスミュージックに関わる人たちは何をするべきなのかっていうことをすごい問われた時代になったと思うんだよね。なんかフラットにこうみんなのこう思いとかそういう実力とか、うん、そういうのが試される、そういう時期かもしれない、うん、
ちなみにこれってこうリミックスになるんですか？どうなるんですか？いや、もう共同制作。共同制作、なるほど。あのお互いにビートを打ってベース、はい、この曲のリミックスっていうのはもうできてる曲のファイルを送ってリミックスしてもらうだけだけど、お互いに何かをこう組み立て合って作っていく。そういうやり方ってあるんですか？まあ、コライティングっていうのは、まあ、結構なんていうんですかね、ポップスとかで大量生産するようなプロダクションスタイルだと結構メジャーなんですけど、はい、あんまりダンスミュージック界隈だと、まあ、そのよりパーソナリティ なんでしょう、アーティスティックな部分が強いので、はい、あんまりやらないんですけど、はいはい、さっきあの DJ アキが言ってたように、実際やっぱこう完全にフラットに今なっているので、うん、面白いやつ同士が組みやすくなっているという状況なので、そういう意味ではなんか僕たちとしては、まあ、それこそ彼は毎週続けてますし、うん、そういう意味では結構世界中でも稀な存在になるんですよ。そうですね、いや、それってなんかその昔だったらパブリックでパーティーやってるぐらいの目立ち方を今しちゃってる感じがするんで、はいはいはい、なるほど。なんか その DJ アキが曲作ろうって言ってるぞっていうような空気感は多分あると思うんですよ、はいはい、なんかそういうようなフラットで、かつまあやり続けるのって結構やっぱ大変は大変なので、うん、これだけ配信がみんなできるといえど、うん、毎週毎週やっていくのっていうのは、うん、そこそこ気合も必要ですし、そうですね、カロリーも労力もかかることなので、でもそれを毎週続けていることによって、やっぱり世界中でも一応こう頭一個目立ってるところは、うん、されてってことですね、あると思います、うん、でその上にまあ XR みたいなものが、はいはいはい、別軸で走ったりすると、はい、実は東京のシーン面白いんじゃないかって思われているような、ちょっと実感というか感触はあるかな、うん、なのでなんか DJ アキ常々話してるのは、今だったらちょっと彼あと一緒に曲作れんじゃねえかみたいなちょっと攻める姿勢に、そうそう、昔だったらちょっとお願いしますって感じだったんですけど、僕はちょっと一緒に作んないみたいな感じでやるっていう俺たちこういうことやってるよっていうふうに見せられるものがあるから、はい、うん、まあ、やっぱこんな状況の中でも前に進めてるってなかなかないと思うんですよ。やっぱそういうのを見てやっぱこう感じるものあるんだと思いますね、うん、その熱意とかやっぱ、ね、大変な状況でもネガティブになっても仕方ないし何も進まないしっていう中でこう模索しながらみんなこうやってるっていう状況の中で、なんかアキさんがやっぱこう面白いことやってる、勝つっていうところでこうみんなが乗っかってきて新しいものが生まれていくみたいな流れみたいなのはすごく感じますね、うんうん、すごい面白い、うんうん、だから逆にその、まあ、今回クロス東京でウームで、はい、まさにやってますけど、多分、まあ、なんか逆にこういう活動により東京っぽさが滲んでる気ような気もしていて、ああなるほど、東京ならではみたいな、はい、海外の連中は多分なんか東京のやつら変なことまたやってるなじゃないですけどでもなんかやっぱエネルギー感じるよね、そうですね、やっぱなんかそういう雰囲気になってる気がしますけど、うん、じゃあ次の質問で、うん、で最後になります、うん、でコロナ禍の状況がまだまだ続くと思いますし、さっき言ったそのヨーロッパとかアメリカとか結構日本に比べてもっとひどい状況だと思うんですよね。でそんな中で世界のクラブ業界どう変わっていくべきかとかみたいなのってなんかお二人常々ね、あのイエルクと話してるのは、まあコロナの前にこれ06Sファイナルウームでやって、もうウーム久々にもう超満員で、うん、行きました、もうねもう、まあ、密の極みでしょ、密ぐらい密だった、本当ですね、だからあれがさ、でもいいパーティーってああいうものだったわけじゃん、コロナ前の概念って、そうですね、でも残念ながら多分あの状態に戻るにはこれ年が明けてすぐとか、うん、こうまずこう2021年ですぐ来るかとなかなか結構、ね、言っても今も11月の中旬でもう第3波かとかって言い始めてるわけじゃん、はい、ね、だから12月とかもどうなっちゃうか分かんないし、うん、年が明けたからってあの状況が簡単に好転するとは思わないのね、うん、でワクチンができたからといってあの結構クラブから離れちゃった人って、まあまあ、言ったらさ、俺50歳でしょ、はい、で俺のストリーミングで番組見てくれるコミュニティって結構40代から50代とか、うん、まあ、若くても30代後半とか、うん、はい、そういう人たちだから、はい、もうみんなこっちあの離れやすい、まあ、そもそも世代だったのに、なってきてますもんね、これのきっかけで、はい、もうちょっと現場はいいかもってなっちゃう、うん、イベントの、今までのその密状態、はい、パックになることはできない、はい、ただイベントは当然復活すると思うの、まあ、多分来年の中頃なのか分かんないけど、はい、 そうですね、でそうなった時にあの絶対にやりたいことがあのイベントとリアルなイベントの同時進行でちゃんと配信を走らせる、でこれはもう絶対にやらなきゃいけないことで、はい、まさに今言ってた離れちゃった人たちをも
配信があれば現場には来ないけどこっち側でずっとまた見守ってくれると思うんだよ。でまた新規のお客さんは現場で若い子たちはさやっぱり遊びたいだろうから、はい、そういう子たちをどんどんこっちには入れていくけど、はいはい、やっぱりこっち側のもう一個のコミュニティ、はい、もう一個のメディアっていうものを同時で走らせていけば、はい、もしかしたらコロナ前はこんだけイベントでしかいなかったコミュニティよりも大きいコミュニティができる可能性はある。新しいパイみたいなのが出来上がるかもしれないね、うん、同時進行でやればもっと大きい新しい形が生まれるんじゃないかなっていうのは思う。そうだ絶対にそれはやりたいよね、うん、そうですね、うん、なんかやっぱせっかくここまで状況、まあ、悪い状況の中で作り上げてきたものはやっぱり生かしていきたいんですよね、うんうんうん、まあ、なんかそのコロナになる前からそれこそ DJ アキ配信10年選手です、ね、僕らもそのバーチャル領域の追求みたいなことは実はまあしてたので、はい、まあ、多分そのこう追求だったりその技術革新とか進化っていうのは多分絶対続けていくことだったと思うんですよ、うんうん、どちらにせよ、どちらにせよ、でそれがまあこういう必然性がより増したことによって加速したなっていう感覚なので、はい、まずはそれをまあ足を止めずにやっていきたいなっていうのと、うんうん、まあ、あとはそうですね、さっきリジャーキーも言ってましたけど多分実際のイベントとオンラインを今度パラレルで同時に走らせるみたいなことっていうのは、はい、多分これから次にステップしていくときの必要なファクターかなとは思うので、うん、そこに対しての多分、まあ、トライアンドエラーはこれからいろいろ本当に逆に現場がないとそういうこともできなかったので、うんうん、逆にオンラインならだけじゃない表現の仕方っていうのを、はい、これから、まあ、徐々に現場が再開していった時にやれるといいな、はい、うん、また新しい形がまた見えてくるかもしれないですね。そうそう、今こうやって毎週配信続けてるのは、はい、そうやって現場と同時に走らせるものになった時にあだったら配信はこういう形でやればいいっていうことが明確に分かるように、はい、今経験を積んでると思ってるので、で XR もそうだし、はい、そうですね、だからやっとけばさ、うん、分かるじゃん。そうですね、だったらこういうことやりたいっていうのがあるし、はい、で言ったらコロナになる前はここまで配信の知識なかったからさ、うん、DJ だけやってればよかったから俺は、はい、でも今は配信も同時にやってるから DJ の新しいスキルとして一個、うん、ね、配信というものを今そうです、ね、ライブ配信というものを、うん、やっぱ理解しとかないとっていう、まあ、それは一個の武器になると思うんだよ ね、 そうですね、だただ DJ できるだけというよりも、はい、配信ができる DJ ってなるとまた全然違 う、 そうです、ね、プレイヤーとしてやっぱり、まあ、見え方とか、うん、そういう演出方法だって変わってくるだろうし、そう、それをうまくミックスされてリアルとオンラインとっていうのでまた同じものなんだけど違う見え方ができるとか、うん、そういうのもやっぱこう可能性がありますもんね。だから今回クロス東京のこの話をね、ウームからもらって思ったのは、はい、まさにその現場とパラレルで走らせるって言ったものの、はい、すごい1回目の実験になるんじゃないかと思うの、ね、うん、そうですね、だって現場の大きい、ね、そういう LED とかライティング、はい、うん、フルライティングとか、はい、そういう設備とじゃあ自分たちがやりたい配信をどうまさにクロスオーバーさせるのかっていうことを、はい、試せるすごいいい機会だと思ったから、はいはい、だったらぜひやらせてっていうことだった、うん、そうですね、うん、僕らもその、まあ、やっぱりリアルも考えながらこう進めてってるっていう状況なんですよ、うん、なのでやっぱりその DJ の配信の方もちゃんとやるっていうふうに今作ってるんですけど、うん、やっぱこうなんていうんですかね、その先々を見たようなところをどういうふうにこうクロスしていくかで、まあ、それは音楽だけじゃなくて東京のカルチャー、いろんなカルチャーっていうのをミックスするっていうのを、まあ、狙いっていうのをしてるんですけど、うん、まあ、そうすることで、まあ、またリアル戻った時のそのミックスされたカルチャーがどう入ってくるかみたいな、だそれが音楽だけじゃないところ、エンターテインメントとして考えた時にこうどういうふうなこう波及してどういう広がりを見せていくかみたいなののこう壮大な実験をしているみたいな部分はありますね。じゃあまさにいいと思う。そうですね、うん、だから今日のすごいこうオンラインにちょっと焦点当てて話させてもらったんですけど、やっぱすごくそこもやっぱ大事なファクターの一つだと思うんで、それがこううまく皆さんにこう伝わってまた新しいものが生まれていったら面白いんじゃないかなっていうふうに僕らは考えています、うん、必ず生まれると思うんで。そうですよね、うんうん、もうパラダイムシフト起こっちゃってるから、うん、でしかもこの分野に関しては意外と東京が強いんですよね。なんかリテラシーが実はもう備わっていて、あ、なるほど、そこはすごく感じますね、はい、やっぱりヨーロッパの人たちよりもその映像に対しての感覚とか、うん、ビジュアルに対しての感覚だったりとか、うん、そのミックスする感覚とかは、うん、多分そこは実は日本人得意だった分野なんですよ。あ、なるほど。
だからまあいろんなことがじゃあまたもう一回用意どんでスタートしたときに、はい、実は東京がすごいリードしてる可能性があるなと思って、うんうん、それはちょっと見てみたいですね。そうですね、ワクワクしてるところはだいぶ大きいですね。そうだ、表現者側もすごい東京は前に進んでると思う、世界的に見て、うんうんうん、でプラス視聴者たちっていうのは、はい、そうやっぱ日本人っていうのはこの言ったらオンライン上のコミュニティを作り上げようっていう気持ちが世界一ある人たちなので、うん、で例えば YouTube の VTuber の収入ランキング世界の、はい、で6人とか7人日本人入ってるって言ったじゃん。で一番上の人何億とか稼いでてさ、でそれって結局なんでかっていうと、その視聴者を 配信者を視聴者が応援しようっていう気持ちが強いから、うんうん、そのサポートする気持ちを、はい、例えばね、あの投げ銭とか、はい、そういうビッツとかを投げることで、はい、やっぱ可視化するっていうことの価値観を日本人ってすごい高く持ってる、うん、民族、はい、国民性があるから、これヨーロッパの人とか、アメリカ人とかがやってもそんなに何億円も稼げるような人って出ないんだって、うんうんうん、もっと彼ら物質的ですね。多分1曲聴けたからじゃあ1ドルとか、1エントランスできるからじゃあ3000円とか、そうかね、そういう価値観が根強いです。それに対してやっぱ日本人はその共感した分だけこうお金をだったら払ったらっていう男気がある、カルチャーなんですごい。確かにそれ日本っぽいそのこう熱意とかこう気持ちを大事にするじゃないけど、そういうのを助け合いの気持ちとかさ、の気持ちとか、はい、結局地震が起きたらみんなで募金してさとかさ、ね、うん、自然災害とかが起きた時に違うところで助けようとか、はい、もともと助け合ったりさ、うん、応援し合ったりする、多分それはね災害が多いからだと俺勝手に思ってるんだけど、必ず人が困った時に助ける、はい、であと応援したい時にそうやってなんかね、うん、気持ちを送るとか、はい、そういうのがねないんだよヨーロッパの人たちは、正直、どっちかっていうと配信してるところに悪口とかばっか書いてたり、変なくだらないジョーク書いてたりとかすごいなんかね、あのダーティーなタイムラインになっちゃうのよ。なるほど、うん、でも日本人はすごい、そこにやっぱコミュニティをみんなで作ろうって、その配信者に対しての信頼性とかがあったり共感があると、まさにそういうのが生まれてくるんだよね。だからこれはね日本人で良かったと思う。あ、なるほど、うん、それはすごい意外ですね、うん、そう、なんかもっとね欧米の人とかの方がバンバン入れるような、まあ でもそんなことはなくて、うん、これは日本人が誇れるもの、じゃ日本だからこそ成立できる部分もあるっていう風に考えられます。いやもうすごくあるね、うん、だから要は配信側の高い技術、はい、視聴者側の高い共感する思い、うんうんうん、でこれがあるから日本はすごいいけると思う、はい、なるほど、うん、そういうのがこう世界に発信できるといいですよね。そうだから今日これだって英語でキャプションついてる、あ、もちろんです、でしょ、はいはい、だから、うん、多分ね欧米の人たちとかは日本人がそんな気持ちを持って配信を見てるって知らない人が多いと思うんで、そうでしょうね、うんうん、だからこれはね、なんか全然あのメンションしていい話とか、そうです、うんうん、なんか欧米の人たちももっと配信者をちゃんとサポートしてあげてよとか言いたいよね。そうですね、本当にそうしてあげてって思う、はい、うんうん、多分そこのサポートがないから、毎週やる人とかあんまりいないんだと思う。そうですね、続けられなくなっちゃって、続けられなくなっちゃう、うんうん、なるほど、すごい勉強になります、うん、自分も珍しいけどね、たまたま本当熱いコミュニティだったから続けられてるけど、うん、でもギリギリですよそれでも。あ、そうです、うん、でもそうやって毎週ちゃんと見に来てくれて応援してくれる人がいるからこそ毎週頑張れるし、そうですね、やっぱモチベーションつながりますもんね。そうだね、うん、でもそういったことを淡々と粛々と続けてたら、はい、こういうね、ウームの話だったり、ね、XR の話だったりあるから、はい、もう配信っていう大きい括りの中でやっぱり自分ができることをどんどん試してって、はい、まさにさっき言った新しい可能性を見つけたい、うん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 、いやもう本当今日はいろいろ勉強になりました。いや、やめてよ。あのクロス東京でもぜひこれ取り入れていきたいなと思って。あ、もうぜひぜひぜひ。それもこれきっかけで何かまた何かアイデアが生まれてね。そうですね、うん、これでまたいろいろやっていくんだと思うからさ、はい、まだまだ全然ずっと続いていくなんで、うんうん、またなんかこういろんな人たちと会っていろんな人たちの話を聞いて吸収しながらこう大きくしていってっていうのは考えてます、うんうん、ぜひ、はい、いや本当本日はもうどうもありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。はい、続きのライブもよろしくお願いします。
I'm back to the DJ booth at UM. First time in 10 months. Yes, Cross Tokyo! Live direct from UM Tokyo Shibuya. Yes!10ヶ月ぶりにUMの DJ ブースに立ったぜ、DJ アキ。渋谷の聖地、やっぱりこの舞台が一番似合う。ありがとう、ゲゴさん、小松さん、丸ちゃん、チャロリさん、これは贅沢ライブ配信。はい、上がる、みんな胸やつ、お家で踊って。
Check.東九州旦那ちゃん、青リオさん、ストブ君、映像素晴らしいね、ブルーベリー君、ヘイズ、オーディオ大先生、はい、ヤスさん鳥肌立ちまくってる、もっと鳥肌立ちまくっていこう、うちで YES クロス東京 No.26DK 秋ストリーム YES。
OKOK It's time for Code to Optimize DJ Aki and Yerok Futuring Audio 来年リリース決定したぜ。現場で聴くの初めてだぜ。最高。DJ アキストリーム恒例、はい、今日は10ヶ月ぶりに06Sense ファイナル以来この DJ ブースにいたので本当に嬉しい。みんな準備はいいですか？俺はポカリスエットだけど。乾杯。カモンエブリワン。
向こうはウブラだけに守り神が女の人なんだよ、女神様なんだ。19年間ゼロ式生徒を続けられたのはその女神様のおかげ。今回このステージに戻った俺をまた優しく受け入れてくれたウブの神様ありがとう。最高なんだやっぱこの DJ ブースで DJ するのが一番楽しいぜ。
てるみんなが最強、このコミュニティー、 Yes DJ アキストリームクロス東京 From UM。ここでもう一回入れとこうか、乾杯ポカリスエットで。
が明けてこんな時代になっちまったけども、アイソレーテッドヒューマニズム、この曲が生まれたり、さっきのコールトゥーオプマイズが生まれたり、こうやって配信がを通じてまだみんなとこうやってつながれたり、悲観的にならないで楽しいことを考えて来年に向けてみんな頑張っていこうよ。またみんなでこの現場で会える日まで DJ アキラ走り続けようと思います。みんな今日もありがとう。Thank you so much everyone who's watching this streaming. Yes, live direct from Tokyo. Shibuya next performance will be Earlock. Yeah, 壮大な映画を見てるようなありがとう、ケイコさん、ハニーさん、ありがとう、ハニータン、エルベスさん、シモール、サオリン、ブルーベリー、ヒズくん、マンちゃん、モアナカイちゃん、スタッコさん、ヤさん、ジャキッチ、ユキ、イエス、ミッケさん、マリちゃん、ウタさん、KK さん、マキさん、さゆりちゃん、ケリ君、バルちゃん、あらわた君、みんなありがとう、わさびびちゃん、Yes。
Yes, yes, yes. Boom cross Tokyo, Korea, boom. Linking a new online streaming. This is live streaming. Yes, yes, 皆さんこんばんは。イエロックです。渋谷からブームのこの空間ごとお届けします。
Welcome to my platform. Come on, make the switch. Follow me to glory on Insta, my story. Follow me on everything, or you'll be fucking sorry. Follow me, your master. VR, AI. I'm smarter, I'm faster. I curate your life. Follow me. Resistance is futile, my friend. We're in this together until the bitter end. Follow me.
Yes, yes, warm cross Tokyo. 皆さん調子はどうですか？ Hey, hey, 皆さん見えてますね。しもさん、SMT さん、KKIA さん、イマジンさん、ストーンさん、ヤスさん、ジャムさん、チャノシさん。Thank you so much, 皆さん。今日はウームから生中継。Everybody's feeling about the fire.みんなには見えてますか？そこに浮かんでいるヒエロック、バーチャルヒューマンが、ここのウームにいる人たちにはぶっちゃけ見えてない。なので皆さんが体験してくれ。
バーチャルヒューマンが走ってってんじゃないですか。ナイスビジュアルズ by H2K Graphics。ウームに10ヶ月ぶりに立たせていただいてます、ウームクルー中井さんクルー DJ アキ 2K グラフィックス Thank you so 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 much。 これが新しい表現だ。 This is from Tokyo。 This is Contortionist with DJ Aki featuring Audio。 UMO のバイブと一緒に聴いてくれ。 Optimize。
ということで、ちょっとごめんなさい、これ肝心に個人的な趣味なんですけど、カメラさんって追っかけ回せるのかな。これ最大の贅沢していいですか、このウームのフロアのど真ん中でコールトゥオプティマイズ聞いていいですか。Yes, yes. This is Call to Optimize featuring Audio. Optimize.Silhouettes and raving against the blackest night. Hatred. Do you even know the meaning of the word? And sometimes in the silence, I ask myself, do you feel alive?Silence. Something grows. Out of another dimension.
This is our home. みんなでまた楽しめる日を楽しみにしてます。頃にウームっていうのはすごい憧れがあって、その頃に大戦バリバリ出てた VJ 中市、 DJ 秋、圭介さんはじめウームクルー、そういう人たちと一緒に今日一緒にできて最高でした。 Big up to you guys, Big up all crew, of course DJ 秋 H2K Graphics, our brother, thank you so 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 much。
たちは別にコロナのこのご時世だからこういうことをやってるわけじゃなくて、皆さんのクリエイティビティをより高めたいからこういう表現になってるわけです。それを最後まで参加してくれてどうもありがとう。皆さんありがとうございました。またUMUで踊る日が来るまで、UMUの皆さんありがとう。中市くん、中市くんオールクルーありがとうございました。グナイ。今回のクロス東京いかがだったでしょうか。さて次回は年内最後となります。パフォーマンス動画が驚異の再生回数5000万回も再生されている DJ ヤマトによるパフォーマンスです。なんと次回は XR を駆使したスペシャルな内容でお届けします。お楽しみに。